消費税っていうのは我々消費者が預けてる税金なわけですよ。事業者の皆さんはこのまま納税するのは当たり前じゃないですか。消費者から預かってる税金ですよ。客から預かったものを国に納めず改めてこれ取りますってことにされてる話だろっていう人いるんですけど、大きな間違い。裁判所が出したのはアニメーションの仕事をしているんですけど、あのインボイス制度について詳しく教えていただきたいんですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。消費税にかかる問題です、インボイス制度っていうのは。でインボイスにばっかり注目してたらダメなんですよ。これ結局消費税を下げなきゃいけないとか、消費税は廃止にしなきゃいけないって本丸を置いていっちゃダメなんですよ。消費税廃止にすればインボイスも廃止なんですよ。ここを一つ皆さんに心一つにしていただきたいなと思います。インボイスももちろんダメですよ。そんなの出ますかね。例えばですけれども、現在売上が1000万円以下と言われるような事業者の方、これ消費税免税でございます。事業者に納税義務がないということなんですね。これを免税店制度と呼ぶんです。で1000万円以下、今回ねこの1000万円以下の人たち、消費税免税だったものを事実上最終的に全部これむしり取ってやろうっていう趣旨の話なんですよ。で究極は選べます。1000万円以下の人でも課税する、課税事業者になる、免税事業者になる。要は1000万円以下消費税免税ということをそのまま維持することもできるし、いやいや私は払いますよということを選ぶこともできる。どっちでもいけるってスタイルになってんだけど、結局は払うか結局は廃業するかというような道に行かざるを得ない話なんです。どうしてかって言ったら、消費税は自分は免税のままでいますっていうこと、払いませんという立場でいると、その取引する先が余分にお金を払わなくちゃいけなくなるから。あなたは才能があって特別な仕事をしているから、そのお金が高くなったとしてもあなたと取引を続けたいんだって言ってもらえる人ってどれぐらいいます？つまり何かって言ったら、インボイス制度っていうものがスタートしたとしたら、多くの小規模事業者は対応して消費税分免税っていう形ではなくて納めるという方向に行かなきゃいけなくなるってこと。でどういう人たちがこれの影響を受けますかってことです。消費税に関して年の売上が1000万円以下の人たちは免税という状態、これからここをどんどん取っていこうとするものがインボイス制度でございますけれども、中小零細など300万から500万ぐらいの事業者に影響があると言われている。フリーランスとか個人タクシー、演劇、映画やってる人、出版関連、イラストレーター、音楽、英語教室、生命損害保険代理店、農家、そして一人親方などなど、まあはっきり言っちゃえば細々と続けてる人たちがこれ払わされることになっちゃうってことなんですね。そりゃそうだろ、お前払うべきに決まってんだろ。客から預かった消費税を国に納めずにポッポないないしていいって言ってるようなのこと自体がおかしいじゃないかって人がいるんですけど、これインボイスってものが導入されると、この中小のね零細企業の人が消費税奪われますって言いますけど、山本さん、あの事業者がこの預かってる税金っていうのは、この消費税っていうのは我々消費者が預けてるこれ税金なわけですよ。事業者の皆さんはこれ本来納税しなきゃいけないのに、今は原則1000万の事業者の方は免税ってなってますけども、これよくよく考えたら消費者、サラリーマンの方、源泉徴収でも本当に1円たりともこう税金をね漏らすことが許されない、そういういわゆるサラリーマンの人たちが事業者にこう預けてる消費税を、これインボイスの制度で納税するのは当たり前じゃないですか。そんなの税金の不公正をねきちっと正すのがこれが政治の役割なのに、これ預かってる税金をそのままある意味ポケットに入れてもいいよなんていうことをね、一生懸命これインボイス廃止だインボイス廃止だなんていうことは、これはね多くのこのサラリーマンたちをね、あの納税をしてる人たちをバカにしてるような話だと思いますよ。ごめんなさい、それ間違ってんです。絶対よそでは恥ずかしいから言わないでください。それなぜかと申しますと、東京地裁この平成2年の3月の判決ではっきりしております。裁判結果こうでした。ごちゃごちゃ書いてあるので簡単にします。まとめますとこうです。おさらい、はい。消費税は対価、価格の一部であって預かり金ではない。これが判決として決まってんです。つまり消費税、インボイス制度って消費税、これ今まで払わないでよかった人たち、要は年の売上が1000万円以下の人たち払わないでよかった人たちが今度は取られますって当たり前じゃないかよ。
客から預かったものを国に納めず自分たちの懐に入れてるやつらが改めてこれ取りますってことにされてる話だろっていう人いるんですけど、この消費税っていうのは我々消費者が預けてる、これ税金なわけですよ。大きな間違い、こういうことなんですよ。裁判所が出したのはごめんね、消費税っていうのは預かり金じゃないんだよって、お客から預かってるお金じゃなくて対価の一部で、対価の一部、価格なんだよ、物価なんだよ、物価の一部だよってことを言ってんです。で、過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない、ここまで言われてるんです。で、これ判決確定してます、控訴されてない。つまりは何か、消費税猫ばばしてるやつらが今度払わされるってことに対して反対してるのが、インボイス制度反対だろっていうこと自体が恥ずかしいからよそでは言わないでねって、大きな間違いですからということでございました。はい、免税店制度もう一回戻る、ありがとう。でね、どうして売上が1000万円以下の人たちは消費税が免税になってきたかってこと、つまりは免税店制度っていうものがどうしてできたかっていうのは、もう昭和の国会からずっと議論がなされてきたことなんですよ。決まってんです。昭和63年の国会の議事録見てみて、この当時は3000万円以下の人だったかもしれない、ね、それぐらい高かったんですよ免税店が。どうしてそういう特別扱いするんですかってことに関して、中小零細事業者への配慮でございますと、中小事業者への事務負担の軽減への配慮でございますって話なんです。だって消費税計算したりとかいちいちそんなことやってったらもう膨大な事務作業になって、そんなの首回らなくなるよって。これなんで税理士雇えっていうの、その分もお金出さなきゃいけない、そんなのもうむちゃくちゃで利益なくなっていくやん、商売上がったりだ、そんなことになっちゃう倒れるよねってことで、もうこういう話になってんです。もう財務省のホームページ上もそうなってますよね、ありがとうございます。財務省のホームページを見てもそうなっている。でもこのインボイス制度っていうものを持って年の売上1000万円以下の人たちからもこう絞り取ろうとしている、その理由何かなと思うんですよ。だって大した金額にならないですよそんなもの、国家の規模から考えたらそんなもん本当に小さな小さなお金なのに、どうしてそこからも絞り取ろうとするかって言ったら、これおそらく小さな事業者とかどんどん淘汰させていって、安い労働力としてこれは労働市場にどんどん入れて、人間入れていこうぜって、安く使える人間として入れていこうぜっていう竹中平蔵的な発想からではないかと私自身はそう思っています。インボイス廃止はもちろんですけど、消費税そのものが廃止なんだよ、そういうことでございます。ありがとうございます。